UEFA 欧州選手権 UEFA ユーロ 2016UEFA ユーロ 2016, ーロ2016決勝 UEFA ユーロ2016決勝は2016年7月10日にフランスサンドニのスタッドドフランスで開催された UEFA ユーロ2016の決勝戦であるジネディーヌ事案を要し決勝で延長ゴールデンゴール方式により劇的な逆転勝利を収めた2000年大会以来4 大会ぶり3度目の優勝を狙う開催国フランスと開催国として出場し準優勝に終わった2004年大会以来2度目となる決勝進出を果たしたポルトガルのマッチアップになった。両者は過去24回対戦したことがあり通算成績はフランスの18勝1分け5敗である。開催国フランスはグループ A で開幕に連勝を飾り早々と 決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメントは、ドイツ、イタリア、スペイン、イングランドといった、強豪国がひしめく、死の山だったが、イングランドがアイスランドに敗れる波乱、イタリア、スペイン、ドイツによる潰し合いもあり、強豪国との対戦は準決勝のドイツ戦のみ。その準決勝は、エースのアントワーヌ・グリーズマンの2ゴールによって2から0、で勝利するなど難なく勝ち進み。 満を持たして決勝に駒を進めた。一方のポルトガルはグループステージから苦戦。隠したとみられていたアイスランド、オーストリアを相手に引き分けて負ければグループステージ敗退となる最終節のハンガリー戦でサンドリードを許したがエースのクリスティアーノ・ロナウドの2ゴール1アシストの活躍でサンド追いつき3から3の引き分け。3分けでグループ F3 位となり、 各組3位チーム同士の比較が3位で何とか決勝トーナメント進出を決めた。さらに、ラウンド16のクロアチア戦は相手に倍のシュートを打たれるも延長後半14分のリカルド・クアレズマのゴールで勝利。続く、ポーランド戦は PK 戦の末勝利。続く、準決勝のエールズ戦こそ2の0で完勝したものの90分で勝利した試合はこの1試合のみ。 6試合およそ600分を戦って、相手をリードしていた時間はわずか62分という状況で決勝に進出した。ポルトガル V フランス前半ポルトガルは、準決勝を、負傷欠場したペペ、出場停止だったウィリアム・カルバーリョが復帰、クリスティアーノ・ロナウドラが先発に名を連ねた。一方フランスは準決勝ドイツ戦からメンバー変わらず、ここまで6ゴールのエース、 アントワーヌ・グリーズマンらが先発した。8分、中盤に降りてきたロナウドがこの試合初のボールタッチ。ここに、フランスのディミトリ・パイエが寄せに行くと、右足がロナウドの左膝に激突。重傷を負ったように見えたロナウドだが、一旦ピッチの外で治療を受けると、すぐ復帰した。10分には、パイエのアーリー・クロスに、グリーズマンが頭で合わせたが、 枠の左上へ飛んだボールは、GK ルイ・パトリシオがセーブ。直後の CEK で、オリビエ自流に決定機が訪れるが、これもパトリシオが不正だ。17分、先ほどは復帰した、ロナウドだが足を引きずる姿が見られるなど、負傷の深刻さがうかがえ、この時点で痛みに耐えきれず、ピッチ上に座り込んでしまった。それでも再びピッチの外に出て、治療を受け、 テーピングを巻いて20分に復帰。ところが走ることもままならず、25分に交代を指示され、ロナウドは涙を流しながら、担架で運ばれて退場した。代わって、リカルド・クアレスマが投入された。34分、エリア内左でパスを受けた、武蔵底がターンから右足シュート。これもパトリシオが不正だ。試合は、一進一退のまま進み、スコアレスで前半は終了した。 後半フランスは58分、パイエに変えて、キングスレイコマンを投入すると、66分に、左サイドから、コマンのクロスに、グリーズマンがゴール前でフリーで合わせたが、枠の右に外れた。75分には、左サイドで2人かわしたコマンが、スルーパスを送り、反応したジルーが、エリア内左からシュートを打つが、これもパトリシオがセーブした。78分にはジルを下げて、 アンドレピエール・ジニャックが投入された。ポルトガルは直後に、レナト・サンチェスを下げて、エデルを投入し、交代カードを使い切った。80分、何のセンタリングがゴール方面へとそれ、そのまま枠内へ飛ぶが、GK エウゴロリスが片手で引き、こぼれ玉に反応したクアレスマが、バイシュクルで狙ったが、ロリスの正面に飛んでしまった。84分、フランスはしそこが、 エリア手前からミドルシュートを放つが、これもパトリシオがファインセーブでゴールを許さない。終了間際の92分、ジュニャックがエリア内でボールを受けると、ターンから切り返してペペをかわし、右足でシュートを放つも、ボールは左ポストを直撃した。後半はそのまま終了し、延長戦に入る。延長戦、延長戦前、ポルトガルは治療を終えたロナウドがベンチに戻り、 味方を鼓舞する場面が見られた。ロナウドはそのままベンチに座り声援を送る。前半はポルトガルが、セットプレーから何度かチャンスを迎えるが決めきれず、スコアレスのまま折り返す。108分、ゴール前左の絶好の位置で、フリーキックを得ると、クアレス曲がけると見せかけ横のラファエル・ゲレイロが、左足で狙うが、シュートはクロスバーを直撃し先制ならず。 109分、前線でボールを受けたエデルが、ローラン・コシエルニーを弾き飛ばすと、エリア手前中央からシュートを放つと、ゴール左隅に沈み、ポルトガルが先制した。失点を喫したフランスはしそこを下げアントニー・マルシャルを投入し、猛攻を仕掛けるも、ロナウドが足を引きずりながら、テクニカルエリアに入ってきて、指示を出す中、ポルトガル守備陣が守り抜いて試合が終了。 ポルトガルが1の0でフランスを破り、欧州制覇を達成した。ラウンド16でイタリアとスペインが、準々決勝でイタリアとドイツがそれぞれ直接対決。上位4チームまでが、決勝トーナメントへ進出できるフランスは6試合、およそ540分のうち167分相手を、リードしていた本来であれば、ルール違反であり、福神が一度注意しに行ったがロナウドは抑えきれず、 そのままテクニカルエリアに座った。試合が延長後半の山場だったことと、またとない決勝の舞台で、無念の負傷交代となった、ロナウドの気持ちを審判が思んぱかったためか、それ以上の注意は与えられなかった。ありがとうございます。